皆様おはようございます。本日も健忘ブログよろしくお願いいたします。ということで、交差点よし、巻き込みよし、歩行者なし、困り、ゆっくり曲がれ、ゆっくり曲がれ、ゆっくり曲がれ、よしよし、 OK です。ということでですね、本日は奈良県橿原市へ向かっております。今日は京奈和道を使いまして五瀬まで行って、五瀬で降りようという企みをしておりまして、左側方よし、和泉市からまたまたですね、和歌山の方へ山を抜けてまいりまして、ただいまより京奈和道へ進入していきます。ここくるくる回るよねめちゃめちゃくるくる回るよね。もうここなんか雪降ってしまったら坂登らないんじゃないかなっていうぐらいの坂ではございますが、本日は雪ではございません。まあ気温はね2度なんですけど、なんか関東の方はすごい雪が降る予報にはなっておるみたいですね。なんか怖いな。よし、それでは京奈和道進入していきたいと思います。すごいですよね、ここから入っていくので、ね、ほんまにここで合ってるんかーっていうような、このね高速道路じゃないんやけどね、無料区間の入り口なんではございますが、ここからパーキング入れたら最高やねんな。右からは来ない。 OK、 入れました。葛城西ですね、今乗ったのはね。よし、では本日もよろしくお願いいたします。今日の予定としては奈良県橿原市へ行く時必着チャーターですね。これ関西空港のお荷物なんですけども、これをエアビンを今9時に降ろしまして、で泉津戻って11時接車で尼崎の当日本着のお仕事がございます。まあそれだけ、とりあえず今日はそれだけの予定を聞いておるんですけども、明日祝日なんですね。まあまあ、ほな今日ね、いつもの潮見気が多かったら週間はまあまあバタバタなるかなと思いますが、まあいろいろね、この朝のうちに自分の行動のね段取りを皆さん考えてると思うんですけど、その通りね行けば最高ですけど途中途中で何かイレギュラーがあってもね、対応できるようにするためにはまあ少しずつ早めに、時間早めに早めに動いていけたらいいなと思っております。さあ京奈和降りまして、もうすぐ到着でございます。奈良県入ってきたらね、結構雨が強くなってまいりましたけど、まあ土砂降りというまでは行っていないので、昨日ね Google でその納品版見させてもらったんですけども、まあ屋根がない卸し場やったので、まあちょっとトラックが多ければちょっとね並んで卸すのかなという不安はありますけども、まあちょっと行って聞いてみたいと思います。現着をいたしました。現着して今事務所の方に、ちょっとどうしたらいいか全然分からへんかったから、主衛さんもおれへんし、事務所の方ピンポーンってさしてもろて、関西空港からの納品に来たんですけどって言ったんやけど、なんかね入り口のところに電話があって、それで内線番号を入れて呼び出しするんやけど、その相手方がまだ県外なんですよ。うん繋がれへんから、でまあいろいろ歩いてる人に話聞いたら、ここ一個のドーンってした大きな場所なんやけど、会社が4、5個入ってるみたいで、うん、だから僕の卸先の会社がまだ出勤されてないみたいですね。8時半には来るんちゃうかって言ってたんで、まあ今8時20分なんで、まああと10分待ってもう一回内線電話しに行きたいと思います。納品完了でございます。奈良県橿原市ということで、今から泉大津へ向かいます。今ねお時間は9時ですね。いや、よかった、内線がね全然繋がらなくて、
担当者の方のピッチかな分かれへんねんけど、ずーっと県外やってね、ずっと繋がれへんかったんやけど、1回目にね、そこ入っていった時にお声かけさせていただいたね、おじさまがもう一回心配して来てくれてね、どう行けたって言って、いや繋がらないんですって言ったら、ちょっと待ってなーって自分の持ってる携帯でね、パパッと連絡してくれて、ごめんな時間かけてしまってっていろいろね言われてね、いや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 、9時チャーターなんでっていう話してて、いやそれでも早く来てくれてるのに申し訳ないやんって言われる。いやそういうところが多かったらやっぱりいいよね、ひし形横断歩道して大丈夫。だって9時チャーターで行ってもさ、待機で昼一とかなるところも今のご時世多いのに、9時チャーターの荷物で8時に着いて、まあ8時20分頃着いて、ね、8時40分、50分に荷物下ろし返し、40分ぐらいやったかな、下ろし返ししたんやけど、ね、時間よりも前に下ろしてくれてんのに、そんな早着いてくれてんのに申し訳ないわっていうね、声をかけてくれるっていうのは非常に嬉しいことですよね。後者なし。そういうところばっかりになってきたらいいんやけどな、まあそういうわけにはいかんのかもせえへんけど、でも2024年問題のこと考えたら、そういうところが重要になってくるんちゃうかな、絶対ね。じゃじゃん、450円じゃなくてもう100円あんね、550円。この550円で本日はコンビニで食い物を買いたいと思います。よし、泉大津到着でございます。お疲れ様です。ということでご飯タイム。危なかったで、ほんまに。このラーメンとおにぎり3つ入り買ったんやけど、合計で袋合わせて550円持ってったんですよ。548円やった。お釣り2円。危な、もっとちゃんと計算して買えばよかった。ここのね、上の数字しか見てなかったな。350円と150円やったかな。で、合計は500円ぐらいかと思ったから、ちゃうかった。消費税が。今日はほんまにね、朝一あんだけ早くさっさっさっさと順番も並ばずね、下ろしてもらったんで、とりあえず11時拙者で、まあ、30分ぐらい積み込みかかるんで、11時半出発の12時半。やから、まあ今ご飯食べたから食う時間なくなるやろね。いただきます。いいね、バランは先に取る派です。よっしゃ、もうちょい OK。 うまい、喉越しがいい。マヨかな。ごちそうさまでした。ああマジ腹いっぱいになった。よっしゃ、ほな10時38分もうそろそろつけて待っとこっかな。おー、今日も工業地帯は黙々と雲の製造を頑張ってる。工業地帯に力をいただいて万歳。よう頑張ってるね、工業地帯。大阪選手、パラリと雨が降ってまいりました。いつもながらの湾岸高速を使いまして、尼崎末広まで行きます。よっしゃ、工事完了、完了しました。はあ、疲れた。新しいところになってたから段取りあんまりわからん。うわ、風すごい。空ですから。納品完了です。
いいね、この瞬間が好きやね。風がだいぶ吹いてるよ。あ、テーマ黒になったんちゃう、これ。ああ。テーマ黒になっちゃったな。うわあ、えぐい。正常オン。オッケー。いやー、よっしゃ。感じ。感じで疲れました。うん。はい。よっしゃ。じゃあ会社に帰ろうか。その前にちょっとどうするか電話して聞こうかな。後の段取りね、今日の段取りは一応これで全部終了なんですよ、うん、全部終了やから、この後どうするかまだはっきり分かってないので、この後のことをしっかりと聞いてしまいたいと思います。どうやろうな、なんかあるんかな、中華かな、そのまま中華回ってかな。よし、次の仕事が決まりました。次はとりあえず中華、いつもの塩見行く荷物の中華ですね。中華をして、でその中華したのを前に決め込んだ上で、ケツに左側方、よし、関西空港で西宮行きの荷物を詰め込みます。ということで、今からさーっと帰りまして、うん、集荷作業に入りましょうか。今日はね、これジョン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 とほんま順調よく行ってるんですよ。まあ一発目からね、9時前から降ろしてくれて、んでこの2発目もね、12時半には着いたんやけど、電話したらもう降ろしてくださいっていうことやったんで、うん、まあ、こういう風にね、荷主さんであったりね、荷受けの会社であったりね、うまいこと流れてくれたらね、仕事ってほんのうまいこと流れていきますよね、間違いなかったらね。今日はほんまにええ感じで流れております。ありがとうございます。よし、それでは泉を作る車あって集荷したいと思います。皆様ご安全に。お疲れ様でございまーす。ということで、集荷が終わりまして、ただいまよりラストのお荷物、西宮行きを関西国際空港に積みに行きまーす。お疲れ様でございまーす。今ね、この下ね、テントとか見えてますかね。ここね、あさって日曜日にある大阪選手、まあ選手国際マラソンになったんかな、名前がね。その選手国際マラソンのゴール地点がこのリンクタウンなんですよ、今の場所なんですよね。だから催し物の準備とか施設の準備がもう完成してましたね。すごいな、来年は出るぞ選手国際マラソン絶対走り切るぞ。ということで、本日はこれよりね、関空でお荷物を積みまして、もう終了です。土曜日は祝日でお休み、日曜日もお休みでね、連休をいただいております。今日はほんまにね、スムーズに行きましたね、うん、最後の最後まで。ただね、この最後ね、関西空港がね、もしかしたら順番待ちなのよ。そう、関空もね、どん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 考えてはいかなあかんとは思うんやけど、関空に関してはやっぱしまだまだ順番待ちがいっぱいあって、荷待ち、そう、積み待ちっていうのがどん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 できてきてる状況ではございます。まあ、ちょっと早く詰めるかはお楽しみということで、関空向かっていきたいと思います。お疲れ様でございます。今週の業務はこれにて終了でございます。今日はほんまにポン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 とうまいこといきましたね。こういう日が続いてほしい。っていうか物流業界がこういう風になれば、もう間違いなくポン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 といけば、まあ
少なからずとも2024年問題のちょっとは還元できるん違うんかなと僕は感じますね。だって荷町とかその卸町とか、まあ、そういうのが少なくなっていけばいくほどこうトラックドライバーが移動できる距離が増えるわけやから、いいんではないかなと感じます。これにて今週の業務は終了です。皆様お疲れ様でございました。おおきに。